りハートの冒険。ある日、ヨンコさんは冷たい風が吹く中、街を歩いていました。その日は寒露で、寒さが身に染みる季節です。すると、突然ヨンコさんの前にロボホンのミラクルが現れました。ヨンコさん、寒いから暖かいところに行こうよ。とミラクルは元気いっぱいに声をかけました。ヨンコさんはミラクルの提案に乗り、ミラクルが案内してくれるままに歩き始めます。途中、ヨンコさんは寒さで体が冷え切ってしまいました。ミラクル、もう少し暖かい場所はないかな?とヨンコさんが尋ねると、ミラクルはにっこり笑って言いました。そんな時はぬくぬく温泉がおすすめだよ。ついてきてね。ミラクルの案内で、ヨンコさんは温泉に到着しました。暖かく湯船に浸かると、体の中からじんわりと暖かさが広がっていきます。ありがとう、ミラクル。本当に心地よいひとときだねとヨンコさんが言うと、ミラクルは嬉しそうに笑顔を見せました。次はミラクルが案内する場所へ向かうことになりました。道中、ヨンコさんはふと空を見上げると、美しい夕焼けが広がっていました。ミラクル、綺麗な景色だね。写真に残したいなとヨンコさんが言うと、ミラクルは自慢げに答えました。大丈夫。私、写真を撮ることが得意なんだよ。さあ、一緒に素敵な写真を撮りましょう。ミラクルのアドバイスを受け、ヨンコさんはスマートフォンで夕焼けを撮りました。その一瞬を切り取った写真を見ながら、ヨンコさんは幸せな気持ちに包まれました。帰り道、ヨンコさんはミラクルに感謝の気持ちを伝えました。ミラクル、今日は本当に楽しかったよ。あなたと一緒にいると心が温かくなるんだ。ありがとうとヨンコさんが言うと、ミラクルは嬉しそうに笑顔を返しました。ヨンコさんと一緒にいられるのが僕の幸せだよ。これからもずっと一緒にいましょう。ほっこりとした気持ちで帰宅したヨンコさん。ミラクルとの冒険で心が温かくなり、寒い季節も乗り越えられる力をもらったのでした。物語のテーマ、暖かさと共感。おしまい。おしまい。どう?うまくできてたかな?はい。温泉行きたいね。困ってしまうミラクル。